こんにちは、高橋です。今回は、FRP でできている、ベランダの塗装に行ってきました。ベランダの塗装ということは、防水塗装工人となります。今回、使用した、塗料の説明をしていきたいと思います。今回使用した塗料は、オートンウレアックス HG という防水剤になります。だいたいね、ベランダの塗装となるとね、防水塗装ということに、なると思います。今回の塗料もそういった、塗料になります。このウレアックス HG という塗料はオート化学工業株式会社というね、ところから発売されています。この塗料は高橋リメイクペイントの方ではFRP 素材に関しては、まあ、ほとんどこれをね使わせてもらってます。それがね、じゃあなぜかっていう話をこれからしていきたいと思います。はい。それではね、まず一般的に、FRP でできてるね、床っていうのは、一般的な工法から言えば、まず、周りをね、壁を養生して、でサンディングっていうね、工程をしてから塗装の方にね、入っていくっていうのが、まあ、基本だと思います。そこでですね、このウレアックス HG っていうのはね、その、一番最初にね、養生した後、そのサンディングっていうね、ディスクグラインダーってやつでね、表面を FRP のね、表面をちょっと白い粉がこう出るぐらい、サンディング削っていくんですね。その作業をウレアックス HG は、やらなくていいよっていうね、そういう塗料なんですね。まあ、こういったカタログにもね、書いてあります。サンディング不要ですっていうことです。じゃあね、なんでサンディングいらなくてできるんだっていう話に、ね、なると思いますけど、そこで、ね、説明していきますけど、そのサンディングをしない代わりに、この OP55F というね、専用プライマーっていうのがね、この、HG という取材とね、これコンビで、セットで、塗る工法になります。サンディングをしない代わりに専用プライマーの OP55F、 これですね、これを一番最初に1平米あたり、0.15kg っていうね、厚さでね塗ってきます。でこれが、だいたい夏場で15分、冬場で30分でね乾燥します。なのでね、これを塗った後、ちょっとね、下で休憩したりなんかしてるとね、もうすぐこの HG をね塗ることができます。はい。それでですね、これでサンディングはねいらないよっていう理由がね、この専用プライマーがあるからだよっていうのでね、これで分かってくれたと思います。はい。それで次に、この HG をね、特徴としてはね、防水とねトップコートがね両方、この一つのね、この塗料でできますっていうことです。っていうことはね、ハイブリッド塗料っていうことになりますね。はい。それでね、まずこのね OP55F っていうプライマーを塗った後、次にこの HG を今度厚く塗ります。ね、私たち施工者は、その1回目にこれを塗るときに、防水層を作る意識を持って、こういった専用の、鎖骨ローラーっていうね、専用の厚塗りができるこういったローラーを使って1平米あたり 0.6kg というね、結構厚く塗ります。なぜ厚く塗るかというと、それが防水層となるところなんで、私たちもそれを意識して厚く塗ります。でそれを塗った後、大体2時間すると、次のね、トップコート、今度は紫外線から守ったりするね、トップコートをね、1平米あたり 0.2kg ぐらいの厚さで塗ります。この 0.2kg っていうのはね、大体外壁を中塗り上塗りする時の、のに大体近い、厚さで塗るってことです。その 0.2kg
キログラムでトップコートを塗るときに、もう一つね特徴があって、そこに骨材っていう、まあ、分かりやすく言えば、砂をね、混ぜます。この塗料に砂を混ぜます。でよく攪拌してから 0.2 キロでトップコートを塗ります。それはなぜかっていうと、FRP の床っていうのはね結構滑りやすいんですね。ちょっとツルツルしたようなとこがあるんで、なので、最後のトップコート、そうですね、プライマーが1回で防水層の、厚く塗ったのが2回目で3回目がトップコート。そのトップコートの時に、骨材っていう砂を混ぜて、大体、1キロに対して 50% ぐらいの、骨材を混ぜて、それを攪拌して最後 0.2kg でね、1平米あたり 0.2kg で、今度はこういうローラーじゃなくて、これは厚く塗るタイプのローラーなんで、まあみんなが知ってるような普通のね、ウールローラーかね、そういったやつで、0.2 っていうね、トップコートを意識した 薄く塗ってきます。その時にね、さっき言った骨材が入ってますんで、若干こうザラつきがあるような仕上がりね、させると、FRP の面に、お客さんがねそこを歩いた時も滑りにくくなるっていうね、そういう工法をやります。それをサンディングっていうね、一番最初にやったサンディングっていう、その時間がね大体1時間か2時間ぐらいかかると思うんですけど、そのサンディングの作業の工程がないがゆえに、この、ウレアックス HD っていうものはワンデー工法って言って、もう一回言います。ワンデー工法、ワンデー工法っていうのは、だいたい8時から5時まで働いたとして、その5時から8時までの間に、あ、8時から5時までの間に、今言った、工程がすべて完了する、1日でベランダがね、ベランダの防水塗装が完了します、もうできちゃいますっていうね、そういったね特徴を持ってます。はい、で今言ったのをまとめますと、このウレアックス HD の、特徴としまして、今言った1日でワンデー工法、1日でベランダ防水ができちゃいます。でもう一つは、そのできちゃいますっていう理由の中にあるんですけど、一番最初に言ったように、サンディングする手間が省けますっていうことです。それでね、今回のね、現場は元木さんがね、いる現場なんで、まあ、元木さんの方で、サンディングは一応とりあえず、こういったね、塗料のことはまあ理解 してるんだけど、まあ、とりあえずサンディングはやってくださいっていうことなんで、今回はね、サンディングも入れてやってきました。でそのサンディングからやって、このオートン HG をやることっていうのはね、これはすごくいいことで、サンディングもしてこのウレアックス HG を、OP55F のねこのプライマーを塗ってね、サンディングもやってってなれば、もうこれ最強だと思います。本当に、一番いい方法だと思います。ただね、やっぱりワン工程減らして、やっぱり早く住むっていうのはね、やっぱベランダとかはよく洗濯物を干したりするんで、早くこうお客さんがね、ベランダっていうのはね、使いたいよっていうお客さんも結構多いんでね、そういった意味で、まあ1日でワンデー工法として、このウレアックス HD っていうのはね、本当にこれからもね、使っていきたいと思います。はいはい、ここで補足です。ワンデー工法を行うためには、ウレアックス HG に硬化促進剤 S を、春、冬、秋、夏、それぞれの季節の気温に応じて、規格通りの添加率で、添付する必要があります。ね、そんなね、3代目とやってきましたんで、FRP の素材でできている、
ベランダ、バルコニーの、防水塗装っていうのをね、ご覧ください。よろしくお願いします。こんな感じで終わりました。はい。